はい、全国のプロスカユーザーの皆さん、こんばんは、ハルです。バレたバレたらしい。高校の時の野球部の顧問の先生に僕の YouTube 活動がバレたらしい。なんで分かったかというと、僕の後輩が DM 送ってきた。先輩バレてましたよって。やばいな。ちょ待って、どうしよう。俺次会ったらマジで土下座とかしないといけないんだけど、なんでかっていうと僕の野球部結構厳しかったよ。結構もう SNS とかあんま詳しく言っちゃうとバレちゃうから、あんま言わないんだけど、あんま SNS とか、まあ、LINE 以外ダメよみたいな感じで、まあ、僕そんな中YouTube やってたんですよ。 YouTube とか Twitter、 インスタさえもなんかバレたらなんかまずいよねみたいな雰囲気の感じだったのよね。まあ、その中で僕 YouTube で動画投稿をですね、高校1年生、まあ一応高校入る前からやってたんですけども、まあそれをね、地味にね、結構ね、活動してたらですね、高校卒業したんですよ。結構、まあ、結局先生にバレずに高校卒業できたなと思ったら、卒業後にですね、なんかバレた報告受けるっていう、本当にまずい。次会った時マジで顔合わせらんない。しかも僕、ありがたいことに、広告収入を高1の頃からいただいていてですね、これ何がまずいかっていうと、生徒手帳あるじゃないですか。生徒手帳の校則書いてあるところの、バイトはなんか申請しないといけないよ、うんぬんの下に、広告収入はダメですよ、みたいなこと書いてあるの。やばいね。本当にやばくない？それでは聞いてください。よもすがら、君に思う。リンクしてる、重なってゆく。もう本当にやばいな。本当にやばいことしてる。俺高校3年間マジで申し訳ない。しかもそっか、あんなことやこんなことしてるのもバレてるのか。いや、親と友達にはいいんだよ、正直。もう全てほぼほぼバレてるらしいからいいんだけど、高校の先生見てる、恥ずかしい、やばすぎる。見てくださってるのかな。まあ、はい、すいませんでした。あえぴよいしょということで、初エピです。ありがとうございます。エピしちゃったんだよね。そう、一発でエピしちゃった。ありがとうございます。ってことで、すいませんでした。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。もう何も言えねえや。